市の観光大使、まんまねバチバチバチとした可愛らしいお姫様、白丸姫と、そして私、姫路ロンペイプロジェクト推進協議会の岸田と申します。それでは今からしばらく姫路のね、皆さんにお酒飲んでらっしゃる白丸姫が踊りますので、どうぞこちらの方でとんと見てください。それでは白丸姫、皆様を歌でぐるっとご案内いたしましょう。では音楽スタート。さあ皆さん、手拍子お願いします。今からゴロゴ白丸姫が歌でぐるっと姫路を案内いたします。城といえば姫路と言われておりますが、姫路には姫路市立美術館、兵庫県立歴史博物館、埋蔵文化財センターに姫路文学館、
そして城郭研究センターなど歴史財産を楽しく学べる施設がたくさんございます。はい、そうですね。その他に、はい、また生姜醤油で召し上がっていただくおでん、姫路おでんやアーモンドバタートーストに穴子料理、そして家島で採れるさまざまな海の幸に姫崎の山の幸など食にも恵まれた町です。そうですね、その通りです。今先ほど城の方からご紹介ありました姫路おでん、ちなみに姫路のブースの方でも販売しております。そしてアーモンドバターなんですけども、ラスク状になって販売しております。ちょっとまたね、こちら私事務局ですので宣伝もしてこないといけないので、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。そしてなんと今年姫路城は世界文化遺産に登録されて20周年となります。姫路城もさながらなんですけれども、お城の城はどこが最高のスポットと思われますか？はい、そうですね、私は姫路城の西隣にございます日本庭園皇居園が大好きです。姫路城にお越しになられた際に少し足を伸ばしていただくことをお勧めいたします。そうですね、四季折々の顔がある皇居園、まるで芸術写真のようです。芸術写真といえば、海外の撮影クルーが絶賛した書写山延鏡寺もとても素晴らしい場所となっております。本当にね、楽しいところで見どころがたくさんあるんですけれども、はい、ではここで何白丸文、何もう本当に人使いが荒いですね。それだったら白丸姫一回自分で皆さんにお話ししたらどうなんですか？なんか今いろいろ言ってますね。実は姫路城の前にあるお土産物屋さんでは各店舗工夫を凝らしておりますので、本当に時間が経つのがあっという間です。ですからどうぞ皆様、姫路城、そして皇居園、美術館、そして、軽屋敷跡公園などご覧になっていただけたらなと思いますが、もうすいません。あ、わかりました、わかりました。お腹が空いたらお土産物屋さんには姫路名物おせんべいに日本酒、それからお団子に和菓子に、もう数えきれないものをご用意しておりますので、どうぞ皆様こちらの方もご賞味くださいませ。で、ここで皆様にちょっとね、皆さんいい顔色されていらっしゃる方もちらほらと見えるんですけれども、ここで姫路名物お立ち寄りをさせていただきたいと思います。ね、この愛媛兵庫、キャンペーンではちょっと必ずさせていただいているんですけれども、皆様ご参加していただくんですけれども、ご用意はよろしいでしょうか？笑顔と手拍子だけで結構でございますので、はい、皆さんちょっと練習しましょう。手拍子お願いいたします。